途中でバッテリーが切れたからね、昨日充電するの忘れていたよね。だいたいノーマルっていうかな、普通で30分ぐらい持つじゃないかな。はあの入ってから、5、6分、ね、これは中国製のバッテリーだからね、十分使えます。あと普段はハイで使わない、なぜかというとね、そこまで吸引力がいらないし、ハイで使うとバッテリーの寿命が短いよね。だから普段のノーマルでね、十分、使えると思います。でうちはね、常に2台持ってるね。こんな時にバッテリーが切れたらね、こうバッテリー変えられないよね。こう電池ネジで止めてるからカチャカチャっとね、予備がこうすぐにこうスペアとしてね使えないから、だから2台持って、ダメなバッテリーなくなったら次にすぐ次にね使えるように、まあ中古で安いからね、ジャンク品だから2台でも3台でも持っても全然問題ないっていうかな。これがだから本当5万も6万もすればね、2台も3台も持てないけど、中古でジャンク品を良くしたらね、何千円かで手に入るんじゃないかな。だいたい僕はその人に譲るときはね、2台で1万円で譲ってるよ、これね、だいたい。まあ2台、その2台で譲るというのはね、結構こういうときにね、バッテリーがなくなったらすぐ使えなくなるから、2台あった方が便利かなと思ってね、やってる。まあバッテリー次第ね、こうバッテリーが高いからね、純正で8000円ぐらいするんじゃないかな。ね、だから中国製で2000何歩から5000何歩でいろいろあるからね、バッテリーさえ良ければね、問題ないと思いますよ。ほとんどのこのジャンク品のやつはもうバッテリーね、8割型バッテリーがダメだったね。あとこうメンテナンス不良もね、だからバッテリーの寿命がこの掃除機の寿命みたいな感じになってるね。だから純正は高いから中国製でアマゾンでも買えるかな、3000円から4000円ぐらい、4000円ぐらいかな。だから中古のジャンクを買ってバッテリーを買えれば1台1万円以内でできるんじゃないかな。バッテリー込みはね、バッテリーを新品に変えたらね、運よくバッテリーが使えたらね、儲けもんだけど、まあバッテリーはダメだと思って買った方がいいね。そして1万円以内でね、他のパーツとか充電器とかね、いろんなものが揃うんじゃないかな。結構ね、こんなヘッドとかね、高いよね。でこのヘッドもね、これローラー、こっちがローラー、わかるかな、わかるかな。こっちはこうブラシね、このローラーはおそらく壊れやすいと思う。これ何台かあったけど、本当壊れやすいなと思うね。他のメーカーの国産の掃除機もね、このローラーのやつを2台持ってたんやけど、2台とも壊れた。こう負担がかかるよね、モーターにね、ものすごく。だからこっちの普段はこっちのブラシのね、ぐっと回るやつの方がいいんじゃないかな。まあブラシもね、壊れるんやけどね、大抵やっぱモーターやね、そのモーターが焼けるというか、髪の毛がね、絡まって無理して回すとやっぱモーターに負担がかかったりするからね。これもメンテナンスだよね。多分このローラーもね、ちゃんとメンテナンスさえすればいいと思うんだけど、まあこの構造上ね、やっぱりかなり無理をしている構造、ローラーのヘッドはね。はい、そういうことでこれからこれを掃除します。それとね、このダイソンの掃除機ね、注意しないといけないこと、例えばこの掃除が終わってね、ポッとこんなところに壁にポッと置く、これね、倒れます。もうちょっと傾いたらもうバターン倒れるね。だから、倒れてね、壊れることはないよね。何回か倒したけど。でも、ここが割れる場合が多いね。結構ここが割れてる時が多い。はい、温泉のロビーね、2日に1回、この中を掃除する。これだけ頼むよね。
すごいよね。やっぱ着替えたりないするから、これが出ないよね。はい、これをゴミを捨てて、エアーで拭いたらどれぐらいになるかをちょっとね、お見せします。およそこんな状態です、2日に一度というかな、エアでいつも掃除をしていたら、もうこれならね、洗う必要もないぐらい、これだけゴミが溜まってる、ホコリがね、こういうやつ。これならいいね。やっぱりダイソンの掃除機はエアーで吹き飛ばすというかな、それをしないとやっぱダメやね。まあ、温泉、湿気の多い、銭湯でも、この掃除機は使えるね。メンテナンスをするというか、エアーでいつも2日に1回、3日に1回、吹き飛ばすというかね、ホコリを。そうすれば、大丈夫です。まあ、このダイソン、こうしてね、汚れが付着しやすいんだけど、業務用に するにはね、ちょっと、ハードルが高いんだけども、メンテナンスさえしてあげればものすごく使いやすいです、だからもうコードの掃除機はもう使わないんじゃないかな。この掃除機をする掃除をするという、ね、手間はかかるけども、それ以上に使いやすいというのが利点の方が高いね。おすすめしますね、ダイソンの掃除機。まあ、せっかくバラしたからこれもジェットで洗って組み立てます。はい、水洗いしました。今ね、結構風が吹いてるよ。わからないやろうけども、これが吹き飛ぶぐらい風が吹いてる中、音はどうかな、これ。音がね、ふさふさがついてるから、風切り音がないんじゃないかな。これぐらい風が強いです。おお、これね、この辺を押さえるとはまりやすい。
ここをね、ここを押してもね、ふにゃふにゃ曲がるから、この辺をね。はい、出来上がりです。新品同様やね、これ。